えー、BNA ホラーキさん、よろしくお願いします。スケデンのマーケティング事業収益というのは、内訳はわからないが、スポンサー企業からの賞賛金などのことらしいですということみたいですよ。ユ、えーゆうのエアさん、どうもです。えー、株さん、バカンスですかもうねおバカンスっていう感じです。気持ちよさそうですね。何よりジュースとパスタがおいしそうでいいなぁと思いました。 カモメもたくさんで飛ぶと結構迫力がありそうですねもしかしてタッピーはカモメですかということなんですけどこれねよくわかんないですダチョウの可能性が大きい気がするんですよねうん。でね実はこの後いろいろあったんであのー、まあ、ちょっと今日紹介できるかわかんないですけど、えー、後ほどね怒涛の動画投稿しますよ 空金、えー、さんどうもありがとうございます。この砂漠はロンベルサカラですか調べてみましたが、オランダとの国境近い、えー、ようです。1分20秒あたりですが、路面電車が出ていますが、鉄道路線並みに両数長めですね。函館にしても、広島にしてもこのような路面電車はないですね。とても癒される風景ですね。リラックスできたようで何よりです。 昨日はやや声がかすれていて心配でしたが今日はお元気そうで安心しました。いや、今日いろんなことあったんですよ、うん。私の家族や親戚にも毎年春に花粉症に悩まされている方がいます。都内ですと特に八王子市や青梅市より西側は相当飛散量が多いですよね。ふと気になったことがあるんですが、ベルギー日本のようにオクセリ手帳はありますか 複数の医薬品に服用する場合、飲み合わせを気をつけない場合があります。あのね、これ面白いんですけど、ファーマシーっていうんですけど、薬局屋にいて、ベルギーが確か世界一多かった気がします。フランスが一位だったかな。でね、あの、実はね、えー、カードがあるんですよ。で、身分証明書があるんですが、それを提示しないと薬は確か買えなかった気がします。で、その IC カードがお薬手帳みたいになっていて、こう それを提示するとパソコンの画面にこの人はどんな薬を使っているのかすべてわかりますね、えー。小玉さんどうもです、えー。こんばんは。そうなんです。群馬は40度超えたんです。もう熱風でした。飼っているんですけど犬小屋から車庫に避難させましたということなんですが、なんか車庫の方が暑そうな気がするんですけど、もう40度ってもうとんでもないやつですね。うん。 なんかでもなんか梅雨明けするらしいですよ、もうすぐで。えー、ますみんさん、えー、っと、カブくん、鼻づまりでお疲れ様です。えー、昨日はカブくんが具合が悪くて昼寝だったから、動画の数が少なくて、今日は私が仕事中にどんどん動画が上がっていました。追いかけました。たまにコメント文が飛ばされたり、文章にはない言葉がアドリブで追加されているところがじわります。 カブくんがたくさん動画を上げてくれるところ好きなんです。でもこの調子ならライブをしてみんなでチャットでお話できますよ。どうですか以前私は12時間のライブチャットに参加したことがありますよ。途中で30分くらい休憩はありましたが、終わった後同じくらいの時間に、あ、同じくらいの時間に寝ました。ところでカブくんはスマホ1本で YouTube を配信とのことですが、スマホと PC と両方ではないですか みんなのコメントをスクソしてその画面を見ながら話してますよね。不思議なんですけどということなんですが、これあの、スマホでスクソしてそのまま読んでるんですよ。うん。あと、いろいろ字幕とかアニメーションとか入った編集もしてるし、スマホ1本でどうやったらと。 えー、思います。ざっくりと教えてもらえたら嬉しいです。うちの子はモニター画面3台を使って配信しています。そうだからね、そう普通はそうなんですけど、あの僕はそれが到底無理だったんで、できる限りね、 何も使わずにもうどこでもできるような感じでやってるんで何をどうやってやってるのか私には全くわかりませんが配信なんて私には到底無理そうなんでみんなすごいなと思います動画配信の裏事情を少し教えてほしいですということなんですこれねまた今度気が向いたらちょっといろいろ話そうかなと思いますもうとにかく僕はねもう何も持たずにスマホ一本っていうのを目標したんでうんあのアニメーションとかも スマホでザクッとできますので、今度ね、ちょっと気が向いたらお話ししようかなと思いますね。うん。えー、マスミンさん、コメント2。えー、失礼ですが、今日の動画でカブくんから名前を聞くまで、村上大介さんの存在を忘れていました。一時期、すごかったですよね。 NHK 杯で優勝やグランプリシリーズのスケッカーなでショートプログラムの時点ですが、羽生選手とパトリック・チャン選手を抑えてトップに立ったり、見た目もまあまあイケメンですよね。ケイン・コスギと雰囲気が似てるような気がします。ケイン・コスギってすっごく懐かしいですね。筋肉番付は僕すごい好きで、えー、っとね、石田力也さんとか、池谷さんだったかな。よく一緒に出てて、まあ、めちゃくちゃ僕も見てましたね。 うん、ちっちゃい時の僕のアイドルでしたよ。ケイン・コスリさんは。あとね、この頃にね、なんだっけ,だっけな、なんかね、すっごい水の中を潜って、あ、引き立てんこうって言うしましたよね。めっちゃ見てました、うん。お二人のようにアメリカではジャパニーズ・アメリカンってパッと見てすぐわかるんです。見た目は日本人のようで、表情と所作や雰囲気はアメリカ人なんです。ベルギーにもジャパニーズ・ベルジャンっているのかしら いませんね、うん、もうベルギーにいる日本人はなんか日本人そのままっていう感じがします。うん。あのー、そうですね、多分いないですね、うん。そもそもベルギーに日本人が少ないですね。オランダに行くと多分多い,んで多いので、もしかしたらそういうのがあるかもしれませんが、でもなんとなくマスミンさんのおっしゃってることは分かりますね。ジャパニーズ・アメリカンってなんかなんとなく分かる気がしますね。うん 日渡し行くんだって、なんかそういった選手がアメリカにいましたけど、彼も日本人ですけど、ね、あの日系アメリカ人ですけど、やっぱそんな感じが、ね、しますよね、本当。そして、そらかねさんから、日本気象協会から発表によると、来週にも九州南部から東北南部までの地域が梅雨明けする可能性があると発表がありました。 6月の時点でこの上空だと先が思い出られますねということなんですが、7月の上旬にです、ね、梅雨明けする、しかも東北南部までということなんで、これは完全にクジラの大型高気圧型になるのかもしれないんで、覚悟が必要ですよ。さっき小玉さんのコメント入ってましたけど、大変なことになっちゃう可能性ありますね、これ。 えー、そしてマイク・バーティラさんどうもです。えー、在来線ネットワークが取り入れています。えー、東日本大震災のような有事になると、貨物を大量輸送できる大来線鉄道ネットワークは大切で、実質高崎線や上越線、えー、これは羽根越線でいいのかなえー、奥羽根本線経由で被災地で予測するガソリンの鉄道経由が迂回して実施されました。えー、道路はあちこちで寸断されていましたからね。 愛知の家も暑いです。ずっとエアコンつけっぱなし。愛知はめちゃくちゃ暑いと思いますよ。私事ですが、娘が小六の担任が、えー、音楽の先生で文化祭でキャッツをやりたいとのことで、それはもう大変でした。校長先生は本当にできるか心配されていたそうですが、これが大成功。担任の先生はご結婚で名古屋、な 長野に移られましたが、教員生活で最大の良い思い出だそうです。娘は今でも時折、えー、鼻歌でメモリーを歌っています。ちょっとあの、この曲を聴くと自然と涙が出てきちゃいますよね。おかげさまで弊社の車は欧州でも走っています。ってことは、豊田でしょうかね。フランス、イギリス、チェコに工場があるということでございますよ。えー、そして、マスミンさん。 えー、水を飲むときの音はか、あこれは猫ちゃんのことですね。青い目のビシュヌちゃん。やっぱり太りすぎですよね。えー、もう片方は、えー、クリシュナちゃん、ハナマンちゃん、ガナーシャちゃん、シバちゃん、この中にあるかしらということなんですが、えー、もう一匹がザカリアっていう猫と、もう一匹がルンっていう猫なんで、ちょっとなかったかなという感じですね。はい。えっと、 猫ちゃん、宮に拭いてあげてください。模様だったらごめんなさいということは、ああ、ちょっとね、宮にね、多いかもしんないですね。うん。猫ちゃんの宮に拭いてあげないとかわいそうだな、ほんとに。えらかでさんです。えー、錦帯橋は、かぶさんがおっしゃと通り、山口県岩国市にある観光地です。ここは、私もまだ行ったことがなく、行ってみたいところの一つです。錦帯橋は、本当に景色がいいってね。えー、っとね、ひーひーおばあちゃんがいてましたね。 うん、記念があるんですよ、えー。山口県内ですと山口市にある湯田温泉や下関市と、えー、福岡県北九州市を結ぶ、えー、関戸かな違うな。なんとか海峡、関門じゃないですよね、これね。にある、えー、歩行者用の海底トンネルを散歩して、徒歩で本州から九州に入る体験などもおすすめです。これはすごく長そうですけど、面白そうですね。えー、以前に学校 学校問題の代わりで私が話題に挙げた、よく一緒にカラオケに行った高校の友人も、やはりカブさんと同じようなことを言っていて、人混みが苦手とよく言っていました。ただ私と一緒だと苦痛が大幅に軽減できたようで、彼の話によると、心から信頼できる人がいたら平気と言っていました。あ、僕も同じですね。うん。だから大事です。私にとっても心から信頼できる友人なので親友ですね。 一緒に近場の旅行もしたことがあり、相模湖や諏訪湖、松本城、秩父などに行きました。あ、すごい友人ですね。僕はそういう友人は、うん、そうです日本にいたときはいなかったかな。うん 現地の方々は日本は物価が高い傾向にあると思っている方が多いのですね。ただ実際のところは全体的にベルギーの方が高いと私も思います。私は用事で首都圏に行くときや私的な旅で宿泊を伴う場合、東洋コインというビジネスホテルをよく使うんですが、一番高い首都圏でおおむね1泊7000円台、シングルの場合で泊まれますよね。しかも無料朝食サービス、バイキング付きです。東洋コインは僕も多分泊まったことある気がする たぶん7000円いかないことがほとんどな気がするんで高くて7000円ですよね。うん 無料のため、さすがに豪華な内容ではありませんが、それでも先ほどの動画で見た天ぷらより高品質ですね。このホテルは駅前や空港の近くに立地していることが多いので、交差点も便利です。帰国した際の宿探しが必要な場合や、国内を旅する際の宿探しの際に参考にしてください。あありがとうございます。うん、あのー 飲食店に関しても基本的には日本の方が安いと思います。あ、もう飲食店は確実に日本の方が安いと思いますよ。うん、しかも、ユーロなんで10ユーロって多分130円くらいなんで、だから多分そういったことを考えるとヨーロッパ人からしたら日本の方が安い気がするんですよね。うん。だから、かえってタイとかインドとかの方が インドネシアとかの方が、いろんなこう虫のワクチンとかね、危険な生物とかがいたりするんで、そういったものを同行したりしなきゃいけないんで、高くつく気がするんで、日本の方がそういった安全面高いと思うんで、多分安がかりで済む気がするんですけども、飲食店に関しても基本的には日本の方が安いと思います。会、え、席、ー、料理などの高級料理でない限り、1人に0 0 0円ほど用意したら、基本的に満足な外食はできると思っています。 2000円ぐらい払ったら本当にあの高級焼肉レストランの昼食とかであの結構いい焼肉定食食べれますよね。1800円ぐらいで。うん。あの、そごうっていうね、今ちょっと減ってきてるんですけど、えー、なんかあの高級焼肉屋さんがあるんですが、お昼になると、えー 定定食食食になって1200円ぐらいでで焼肉定食食べれるんですよそれが本当に美味しいんで、結構や日本だと安いんですけど、あれがベルギーで出ると 2, 2倍ぐらいするかな、うんえー。その上、日本はお水も無料で飲めますし、お茶も無料で飲める店もあるので、こういった観点からも安いと思います。その通りです、はいえー。こちらは水もですね、えー、日本円にすると300円ぐらいは取られるかなと思いますね。うん <laughs> え強いて気をつけたいところは、えー、店内の飲食10%と持ち帰り8%、ただしアルコールは10%で、えー、消費税率が異なること、えー、異なることくらいだと思います。これらの事実を現地の方にぜひお伝えください。ああ、消費税がもしかしたら高いのかもしれないですね、こっちは。うん。えー、っと、アルコールが、アルコールは10%ということですね。長崎は えー、名物の長崎ちゃんぽんもおすすめです。えー、長崎駅の滞在時間で本場の長崎ちゃんぽんを食べましたが、とにかく美味しかったです。えー、それと、今年の9月23日に、西九州新幹線が暫定改良するんで、今年の秋からは、長崎が盛り上がりそうですということみたいですよ。ああ、いいですね。長崎に確か、オランダがあったって聞いたことあるんですよ。本当ですかね。 うん、なんかあの日本のどっかに長崎だったかなオランダみたいな町を作ったっていう話聞いたことあるんでんか結構長崎って国際食強いですよねあの行く時は長崎ちゃんぽん食べたいと思いますあの関東にも長崎ちゃんぽんっていうレストランがあるんですけど多分なんちゃってだと思うんでうんあの本場を食べるべきですねうん はいえー、そして空兼さん、もう1つです、えー。遅くなりましたが、映画「太陽の子」についての話題をします。この映画は2019年に撮影、収録されました、えー。コロナ禍の前だったんで、特に支障なく撮影が進みました。えー、少しだけ話をすると、主演の柳楽弥優さんと三浦ハイルマーさんは兄弟役で出演しています。 えー、アリは原子物理学を志す京都帝国大学の学生。弟は軍人という役柄になります。二、えー、人とも子役出身ということもあり、とにかく演技がうまいですよ。えー、無断になりますが、羽生結弦選手と三浦春馬さんとの間に意外なエピソードの話がありますということですね。これは僕は初めて知りました。えー、皆さんちょっとこれは驚きかもしれませんよ。 今日のトピックと言ってももいいかもしれません。羽生結弦選手が2010年に受けたテレビのインタビューの際に好きな俳優さんはと聞かれ、三浦春馬さんと回答しているということみたいですね。これは皆さんご存知でしょうか僕は今知りました。今本当に今この瞬間知りました。三浦春馬さんに関しては、羽生結弦選手が五輪連覇を達成した2018年に、 雑誌のインタビューの中で言及し、2018年の MVP は、羽生結弦選手だと思いますと回答しています。まさにそのその通りになりましたよね。ピョンチャン五輪で金取った時だと思うんですが、職業こそ違いはありますが、この2人は共通点があり、2人とも負けず嫌い、えー、真面目で誠実な性格であり、何事にもストイックに取り組むことや、プロフェッショナルならの意識が高い点も、 えー、共通だと思います。お互い似た性質が持っているんで、光かれたに違いないと思っています。三浦春馬さんと羽生くんは一緒に話したことがあるのかなねこれでも気になっちゃいますよね。この話題、皆さん知ってましたかね僕は初めて知りました、うん。で、この太陽の子なんですけど、ますます見気になっちゃいますね。うん、えー、ちょっとまた時間できましたら、これは見たい。あの えー、映画でございます。はい。で、えっ、ー、と、ゆうのやさんのアンモッターの話、これはさっき確か聞いたと、あの、や、やりまして、きさらに24さんのこれもちょっとやりましたので、えー、桜子さん、よろしくお願いします。えっと、歌舞伎のおはようございます。 広島や長崎のの原爆の話が出ていますね私も高校の修学旅行で九州に行き、長崎の原爆記念会館を見学してきて、目を覆いたくなる写真や展示物を目の前にして、えー、戦争の原爆の悲惨さを実感しました。えー、長井博士の長崎の鐘は、えー、もうなくなりました。昭和の大物歌手、えー、藤山一郎が歌っていました。実は僕ね、今日はあの、 歩きながら聴いてみたんですが、結構渋い感じの曲ですね。そして戦争の悲劇は、長崎や広島だけではなく、沖縄にもあります。えー、姫めり隊の悲劇です。えー、姫めり隊の女子学生220人余り、戦争の犠牲になり、亡くなりました。当時、アメリカ兵が来て、何かあったときは、自害するように、手榴弾を与えられていたと聞いたことがあります。 えー沖,縄あのー、沖縄でのアメリカとの激戦のために多くの命が奪われましたね。私の叔父、えー、祖母の連れ合いも沖縄で亡くなりました、えー。そのせいでしょうか、おばは戦争のことは一切語らず、えー、戦争に関連のものは絶対に見ません、えー。終戦記念日の式典とか、終戦はおばの心に傷をつけてしまいました。 戦争を実際に体験した人が今は高齢になり、亡くなって少なくなっています。戦争をしている人から実情を聞き、戦争の悲惨さを、それを後世に受け継ごうということが増えています。今、ロシアのプーチンは、躍起になってウクライナを攻撃したり、ウクライナ人を連行して戦争をしています。結局、戦争ってなくならないのです。 でも本当にウクライナでの戦闘が一日も早く終結して平和が戻るといいだと思います。いやー、その通りだと思いますね。うん。でね、この姫百合の話もそうなんですけど、あの、ご要体だったかな。うん。なんかちっちゃい子供たち、それこそ10歳とか、それくらいの子供たちが、えー、日本軍によって、えっと、戦わなければいけないっていうことがあったんですよね、沖縄で。うん。でね、 その NHK のドキュメンタリー見てめちゃめちゃ泣きましたね。うん。あんなちっちゃい子たちがぶん、えー、殴られたりね、あの、もうすごいね、訓練させられて、アメリカ兵と戦っていくみたいなのがあって、途中でこう、怪我した男の子をね、ね、こう、戦争にこう、足手まといになっちゃうから、それでこう、命を殺されてしまったりね、日本兵によって、あそういうの聞いてね。 もうなんか全てがね、不幸だなとね思いますね、うん。沖縄ってすごく平和な島だったんですけど、なんかそういう島でこういうことがあった。なんか日本をね、逆にね、あの、恨んでるっていう人もいましたよ、だから。うん、そう、あの、これ、お世辞抜きでそういう風に言ってる人いましたね。うん。だから、なんかすごい考えさせられます。うん。なんかこの頃沖縄では、なんか、その、なんだっけな、えっと、 天皇陛下に向けてやるんだからって子供にも言い聞かせてたんだけど10代の子とかちょっとね10歳とか11歳の子供たちがねまあそういうなんか巻き込まれてたわけですからちょっともうびっくりしましたね、僕はね、う。ん